田川市で当時1歳の息子にエアガンを何度も発射し怪我をさせたとして、昨日24歳の両親が傷害の疑いで逮捕されました。この事件の前後にも2人が他の兄弟に虐待をしているのではないかという通報が児童相談所に寄せられていたことが分かりました。田川市碇の自営業常慶正則容疑者と妻の愛容疑者は、去年11月自宅で当時1歳で三男の唯雅君にエアガンを何度も発射し全治3週間の怪我をさせたとして傷害の疑いで昨日逮捕されました。警察の調べに対し2人は容疑を否認しているということです。翌月に唯雅君は肺炎で死亡し、その際顔や全身にはエアガンで撃たれたようなあざが十数箇所残っていたことから、警察は常慶容疑者の夫婦が日常的に虐待をしていたとみて捜査していますが、事件の前後に他の兄弟へも虐待の疑いがあるという通報が児童相談所に寄せられていたことが分かりました。児童相談所によりますと、事件の1年ほど前の去年1月、当時3歳だった長男のほっぺが腫れているという通報を受け、職員が自宅を訪問しましたが、愛容疑者と長男が遊んでいて壁にぶつかったと話したことなどから一時保護は行わず、見守りを続ける対応を取ったということです。その後、去年12月に唯雅君が亡くなった後、警察から虐待の疑いがあるという連絡を受け、長男と0歳の長女の2人を一時保護したということです。警察は事件前後の状況も含め捜査を進めるとともに、唯雅君が死亡したいきさつについて詳しく調べています。